全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかな。わしの名前はおーきどじゃ。ということで今回はわしがよく厳選で卵孵化の孵化歩数を早めるのに使っている爆弾なんじゃが、火炎放射第一の力鬼火ステルスロックで使っていきます。なんとこの爆弾、ね、マグマの鎧に目が行きがちなんですが、もう一つの特性がハードロックです。そう、あのドサイドンと同じ特性なんじゃな。効果は抜群になってしまう攻撃の威力を弱めることができるということで、 HB 振りで特防に4振って、でステルスロックとか鬼火を使って物理ポケモンとか気合のたすきを潰していくっていう立ち回りをやっていこうというふうに思うぞ。カバルドンの劣化にならないか心配じゃが、まあハードロックっていう特性があるんだから結構ね、頑張ってくれるんじゃないかな。うん、防御134、特防96なんであんまり高くはないんじゃが、頑張ってほしい。やっていくぞ。マッチングいたしました。相手がクレセリア、ハッサム、ボーマンダマンム、ヒートロトム、そしてホアグチョじゃな。多分ね、こだわりスカーフをヒートロトムが持っていて、トリックを打ってくるみたいな感じだと思われるんじゃな、ぶっちゃけ。なので初手ラプラスから行くのもありっちゃありだけど、バクーダで行った場合こだわりスカーフをあれされたらもう終わりなんじゃよな。だから、初手とりあえずバクーダから行って、で時点でラプラスじゃな、ラプラスにして、でラスト1体がどうしようかな。サーナイトありっちゃありだけど、積みポケいないとちょっときつそうなんで、海竜にしてどっかで積んでクレセリアを突破する。おっと、お相手初手マンムーじゃな。マンムーだったら鬼火さえ入れちまえばもうこっちのもんよ。うん、地震打ってくる。しかしわしは HB ぶっぱのハードロックで、いや食らいすぎでしょハードロック意味ないじゃんこれめっちゃ食らった、びっくりしちゃったわしね。で鬼火を打ち放って、しっかりとね、しっかりと鬼火を打ち放つことによって相手は火傷してしまう。で次の相手の地震耐えるからステルスロックで問題ナッシングじゃな。うん、やっと機能した気がするわ。なんかね、このバトルの前に結構やってたんじゃが、爆弾ね、かなりね機能させづらかったわマジで。超難しいわこのポケモン。うん、でステルスロックをぶっちりと打っていき、相手やけどでダメージを負うわけじゃな。でバクーダ取っておけそうなんで、ラプラスに引こう。ラプラスバックしよう。ここはさあラプラスにしっかりと引いて、まあクッションとして役に立つからね。で自信は全く持って効きませんと。あ、かゆいかゆい。ホアグチョがいた場合めんどくさいから、ここフリーズドライでいいわ。マム引っ込めて、ハッサムか。いやだったら波乗り打てたら最高だったな。さあ正直これね、もう波乗りぶっぱするしかないわ。裏保安口いないんじゃないかな、今の対面であれしてこなかったってことは。瓦割り、あ、耐えていく。危なかったね。バレパンではなく瓦割りをしっかりと選択してくるんじゃな相手はな。波乗りバッチリ打ち放って、ハッサム突破できないのか。ただだったらもうラプラス切っていいわ。ここラプラス切ります。うっ、羽休めか。羽休めで受け切れんのかこれ。波乗りどうなんじゃろう。ダメージ感いまいち見てなかったけど受け切れてるこれ。いや絶妙に受け切れてそうなんだよな。一回バクーダに引くのありかな。バクーダに引こう。ここ羽休め読み、羽休め読みバクーダバッキングで、バクーダ殺されたんだったら海竜出していく。うわうまい、うますぎー。
まあ、バクーダは十分活躍してくれたということで、まあ、海流出していって、ここ龍舞じゃな、ここはしっかりと龍舞していく。まあ、マンムーが若干機能停止してるのがでかいと思うわ。バレットパンチありがとう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 。うん、これでアッサムが死んで、わしは龍舞して、氷の粒で耐えないよな。でもさすがに4倍弱点で、いや耐えるんじゃない。相手あれだよ、今やけど状態になってるんだよ。耐えるんじゃない、ワンちゃん。神速打って倒せないのが一番しょうもないから、激鈴打っちゃおうよこれね。もう魂の激鈴打つしかないでしょ。つぶて耐えに期待して、氷のつぶてを耐えて激鈴でぶっ飛ばせるのを期待。なんで龍舞をしたの。もうあーもう終わった。何をやっているんだ。 A ボタン連打しちゃった。あでも耐えたわ普通に。なんか A ボタン、なんかもうわし A ボタン連打するくせ直したい。これ間違って龍舞連打しちゃった。いやでも2枚したんだったらあと神速で落とせるでしょこれ。意外とこの二龍舞ありだったんじゃない。うん、ガマプレイが神プレイへと昇華していくわけじゃな。いやこれ完全に二龍舞刺さったでしょ。スカーフロトムじゃ抜けないから、もう激鈴で終わるんじゃないこれ。二龍舞刺さったねこれ。A ボタン連打の癖やめません。マッチングいたしました。相手がカットロトム、ウィンディ、ハッサム、エーフィ、カイリュー、そして、ムーマージということで、まあ初手バクーダ刺さりそうなんで、バクーダをしっかりと出していって、まあウィンディとカイリューを見れそうなラプラスをしっかりと選出していき、ラストはまあウィンディかな。エイフィーちょっと重いかなって感じだけど、まあなんとかなるじゃろ。頑張っていくぞ。まあ初手ポケモンはムーマージということで、挑発とかあったらちょっとめんどくさい感じだね。うん、挑発はめんどくさいけど大体こ、あ鬼火打っちゃった。なんか今日ミスプレイ多いよ。なんか電磁波打ってきたんだけど、相手もミスプレイかこれ。お互いミスプレイしていくな。つってもさ、もうポケモンバトルさ、かれこれ合計4時間ぐらいぶっ通して取り続けてるから疲れちゃってんのかもしんない。ステルスロック打ちます。たたり目、普通にたたり目打ってきたな。ここはステルスロックを打ち放って、はいもう完全に仕事しましたね。これはもう仕事しまくり侍です。でたたり目を受けちゃうとちょっとめんどくさいから、バクーダ切りでいいかな。これ火炎放射打ってバクーダ切っちゃおう。これうん全然効かないんだろうな、火炎放射とか。火炎放射全然ダメージ与えられないんだろうな。 HB ぶりであまり D なんで全然効かなそう。よえ弱えけど次の火炎放射で落とせるかな。置き土産説はあるよねラストでね。あーでもたたり目連打なんだな。置き土産とか覚えてない感じか。さあバクーダ HP16 で耐えてくる。電磁波ねミスプレイしちゃったみたいだけど、まあこの意味のわからない序盤のグダグダプレイで名刺交換して、そっからウィンディが出てくる。でウィンディにはステルスロックがぶっちり入っていき、まあ神速で落とされちゃうけど、まあ、バクーダは十分仕事したじゃろ。さあ神速打ち放たれて、まあここをラプラス見せておけばウィンディ引くしかないから、よろしくラプラス。で波乗りで裏に負荷をかけていくと、インファイト一発は耐えるんじゃないだよね。耐えるよね。ラプラス耐えてくれるんです。で波乗りでウィンディを処理していく。でラスト一体次第かな。正直海流だったら激キツなんだけど、
海流だったら激キツ侍だな。さあウィンディ突破して、ただ海流だったらマルチスケールが解除されるんで、ハッサムか、ハッサムならわしの勝ちだな。ハッサムならわしの勝ち勝ち勝ち。波乗りでいいですね。波乗り打ちます。研磨してくる。あれでも悠長に研磨だけ積んでるってわけにもいかないじゃろうから、波乗りで負荷かければな。でこれで木の実で回復かな。木の実じゃない、食べ残し。あーなんかこれ羽休め型な気がするな。一応もう一発波乗り打ってみるけど、あバレットパンチ打ってくれるんだったら助かるわ。ありがとう、これはわしの勝ちです。いや爆風だねえ。やっぱステルスロック安定して負けるのはでかいな。でもカバルドンの劣化になりがちなんだよな。ハードロックあっても結局耐久そこまで高いわけじゃないから、まあ鬼火が負ける砂嵐のないカバルドン、カバルドンでいいかな。いや劣化にならないように使いたかったんじゃが、やっぱりカバルドンでねステルスロック巻いてあくび吹き飛ばしが便利すぎて正味劣化になってる気がする。ただ下手な打ち合いは全然耐えるから。よし対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。なんかカバルドンの方が強いというか、なんかステルスロックを悠長に巻くっていう戦術が BDSP においてあまり刺さってない印象なんだよな。カバルドンもそこまでなんかめちゃくちゃ大活躍するイメージないし、それよりなんか殴れるポケモンね、ロトムとかでトリックでなんか起点作っていったりとか、なんかそういうムーブの方が流行ってそうなイメージだね。殴れるポケモン2体プラス受けポケモンのサイクルが流行っていて、なんかステルスロックを悠長に巻くために一体咲くっていうのが BDSP においてはあまりね今流行ってない気がしました。はい、ただまあ物理ポケモンを無効化させたりとかできるんで、結構ね使ってて面白いポケモンだなと思ったので、もし興味ある方は育成してみてはいかがでしょうか。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。